こんにちは、ベルの竹内です。今回は春夏ジャケット、これだけは押さえていただきたいおすすめジャケット3選ご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。秋冬は選択肢があったけれども、春夏になると途端に何を着ればいいのかわからなくなってしまう。今はまだ涼しいけれども、夏になったら暑くなるし、着る機会も短いから、もういいや、春夏のジャケットなんか考えなくたって、と思っている方いらっしゃると思います。私がお伝えしたいのは、暖かくなってくる春夏でもかっこよく快適に着ることができるジャケットというのはあります。ですが、これからの季節は快適さと格好良さというバランスをどのようにすればいいのかというのが難しい季節ではあります。快適さを優先するあまり、かっこよさがなくなってしまっては意味がありません。そこで今回は春夏ジャケットで格好良さと快適さ、どちらも抑えることができるジャケットをご紹介します。そしてそのジャケットの選び方で、やってはいけないことについてもお話ししたいと思っておりますので、興味のある方はぜひ最後までご覧いただけたら幸いです。このようにこのチャンネルではメンズファッションをかっこよく着こなしたいという方に向けて発信しておりますので、興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速お話ししていきたいと思います。まずこれからの季節、春夏においてとても大切なことがあるんですけれども、それはズバリ素材選びです。春夏の素材は大きく分けて2つになります。まず1つ目はウール、もしくはウールモヘア、獣毛系の素材です。動物の毛を使ったものになります。あともう1本はリネンやコットンというような植物から作られた生地です。春夏はズバリウールモヘアかリネンコットン、この2つで大きく分ける必要があります。これによって洋服の作り方、考え方も変わってきますので、ぜひこのあたりをじっくりとお話ししたいと思います。まず最初にお話ししたいのはウールモヘア系の素材です。お仕事で春夏でもジャケットを着られるという方であれば、まずこちらのウールモヘア系が必要になります。ウールは生地の中で王様と言われているように、4シーズン全ての季節に対応することができるとても優秀な生地です。そのウールに夏の素材であるモヘアを足したもの、それがズバリウールモヘアという素材になりますけれども、まずお仕事でジャケットが欲しいという方に押さえていただきたいものが、こちらのウールモヘアのネイビー系のジャケットです。こちらはネイビーよりも少し明るめなネイビーブルーというようなお色味になりますけれども、春夏はこれから暖かくなっていく陽気な気候になります。せっかく暖かくなるし、周りに暑苦しく思われたくないから、いつもより少し明るめのネイビーにしてみようというのもいいと思います。こちらのネイビーブルーの生地であれば、今の季節4月頃から秋口まで着ることができますので、かなり長いシーズン着ることができます。ウール 100% の時は少ししっとりとした印象になるんですけれども、モヘアが入ることでバリッと硬い質感になります。そして光が当たることによってキラッと白っぽく光る、それがまさにモヘアの特徴です。秋冬はツイードやフランネルというようなふわっとした質感のものを楽しんでいましたけれども、モヘアが入ることでカチッと爽やかな印象になります。これがまさに夏イコールモヘアというようなゆえんです。ではここでお話ししたいのが、春夏のジャケットになると裏地は総裏地じゃなく背抜きの方がいいですよねという方多いと思います。私が先ほどウールモヘアとコットンリネンというふうに大きく2つに分けたのには、ここで理由がありまして、まずウールモヘア系の生地の場合は、私はぜひ総裏地のものをおすすめしたいです。こちらのジャケットも総裏地で作っています。このようにお話をすると、春夏のジャケットに総裏地なんて考えられない、背抜きで快適に着たいよと思う方いらっしゃると思います。ですが、私がここで強く言いたいのは、裏地を抜くか入れるかによって、ここから入ってくる風にどれほど恩恵があるでしょうかということです。言ってしまうと限りなく微々たるものだと思います。このほんの少し入ってくるかもしれない風のために、これを背抜きにしてしまう、それによってどのような影響が起きるかということなんですけれども、夏の風物詩でもある背抜きによって、ここの背中の部分が
白シャツが透けて見えてしまうという格好悪い現象が起きます。夏のウール生地というのは通気性があるためにメッシュ地であったり透け感がある生地が多くなります。私はそれを防ぐためにウール系のものは総裏地のものを揃えるということをお勧めしたいです。あとは裏地の厚みにも種類があります。秋冬用の厚いキュプラのものと春夏用の薄いキュプラのものというものがあります。裏地の厚みに種類があるというのは意外と知れ渡ってはいないとは思うんですけれども、夏用の薄い裏地でキュプラ 100% というものもありますので、春夏ジャケットの裏地に適しているものはズバリ薄めのキュプラの生地です。そういったものもぜひ馴染みのお店で聞いてみていただければと思います。次に私がおすすめしたいのはズバリこちらです。ウールリネン、ウールシルクのようにウールと植物系の素材がどちらも入っている素材のものです。ウール系に植物系の素材が入ることによってほんの少しカジュアルさが出ます。お仕事柄そこまで堅苦しいカチッとした服を着る必要がないという方であれば、このぐらいのウールリネンのジャケットを着てもお仕事で全く問題ないという方もいらっしゃると思います。こちらのウールシルクなんかもとっても上品で、これは仕事でもいいと思いますし、休日にさらっとこういうものを着て出かけるっていうのもとても素敵だと思います。ではこちらのウールリネン、ウールシルク系のジャケットの場合は仕立て方、裏地はどのようにすればいいのかということなんですけれども、これはまさに中間なのでどちらでもいいと思います。私はこちらウールリネンのジャケットですけれども、総裏地で仕立てています。こちらのウールシルクのジャケットはよりカジュアル感が強いものだなと思いましたので、私はこちらは背抜きで仕立てています。このようにウールリネン、ウールシルク系の素材であれば、着るシーンや素材感のお色味に合わせて少しカジュアルに着たいから背抜きにしようというように、ここは柔軟に考えてもいいと思います。あとはこちらのウールリネン、ウールシルク系のメリットなんですけれども、ウール系と植物系の素材どちらも入っていますので、下に合わせるスラックスはウールでもいいですし、コットン、リネン、どちらでも合わせることができます。なので下はウール系のサラッとした素材を合わせればビジネスでも使うことができます。対して休日であればコットンパンツやリネンのスラックスというようなカジュアルな雰囲気のものを合わせることによって休日のジャケパンスタイルにすることができます。このようにお仕事で絶対に硬いものが必要だという場合でない限りは、このぐらいのバランスのものを揃えておくとオンオフどちらも使うことができるのでおすすめです。そしてお色味といたしましては、先ほどご紹介したウールモヘア系のネイビーブルーよりは少し明るめなブルー、こちらのような水色というような鮮やかなお色味のものを選んでもいいと思います。たまたま今後ろに出したこちらはブルー系のものでしたけれども、ベージュであったり他のお色のものもぜひおすすめです。秋冬はシックなお色味になりますけれども、春夏これから暖かくなる季節に関してはより華やかで鮮やかなお色というものがとても映える季節になりますので、普段ネイビーかグレーしか着ないというようなシックなものがお好きな方も、これをきっかけにぜひ鮮やかなものに挑戦してみていただくということをお勧めします。二つ目にご紹介したのはウールリネン、ウールシルク系のウールと植物系の素材が混じったものでした。それでは最後の3つ目はこちらです。 100% リネンコットンシルク系のジャケットです。最後にご紹介したいのはズバリ植物系の素材に特化したジャケットです。こちらのジャケットはズバリリネン 100% のジャケットです。人によってはリネンジャケットと聞くと、リネンのジャケットなんて真夏しか着れないじゃん、真夏にジャケットなんか着れないよという方いらっしゃるかもしれないんですけれども、言ってしまえばもう今ぐらいの季節からでも着用することはできます。最高気温が26度27度というように暖かくなってきたタイミングで、よしじゃあ今年初リネンおろし行こうかというように、早めにリネンを楽しむというのも私はとてもいいと思います。あとはこちらの素材は少し珍しいんですけれども、コットンシルクという素材です。コットン素材にシルクが入っているという珍しい素材なんですけれども、このような素材感のものも私はまさに春夏ならでは楽しむことができるものだと思っています。
そしてこれらのリネンやコットンシルクというような植物系の生地で作られたジャケットは、いわゆるビジネスで着るというよりかは、より休日着、カジュアルで着るシーンのことを考えられて作っておりますので、私としましては総裏地ではなく背抜きで思いっきりカジュアルに楽しむというのをおすすめしたいです。こちらのジャケットは裏地を完全に抜いたカジュアルな仕様です。このジャケットに下はホワイトリネンのスラックスなんかを合わせる、足元はスニーカーでもローファーでもコンビシューズでもいいでしょう。そのように夏でしか楽しめないスタイルというのもありますので、私はこのあたりのものをぜひ皆様にお勧めしたいです。あとはリネン 100% であれば、思いっきりこのぐらい明るめな色を楽しむというのも夏ならではだと思います。このように春夏のジャケットも、オン寄りのスタイルからオフ寄りのスタイルまでかなり大きく楽しむことができますので、ご自身のライフスタイルを考えて、どのあたりを厚めに揃えておけばいいのかというのをぜひ考えてみていただけたらと思います。以上です。この動画が面白かった、ためになったという方はグッドボタン、あとはコメントもお待ちしております。あと私のホームページの中でザ・ブックというコラムを書いておりまして、そのコラムの中で私の洋服に対する考え方であったり、歴史から基づいた洋服のあり方などについて詳しく書いておりますので、洋服のことをもっと詳しく知りたいという方は概要欄に貼っておきますので、ご覧いただけたら幸いです。あとは日々 X やブログも更新しておりますので、そちらもご覧いただけたら幸いです。それではまたアップいたしますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。